のかくん遅れちゃって。でも待たせちゃったからごめんなさい。そんなことないよ。特に気を使ってるわけじゃないし。え、何があるから私なの？したいことがあるんだけど。さやかのことなんだけど。私が言うのもなんだけど、あの子ああしてるけど成績はいいの。進路についていろいろとあってね。部屋に閉じこもって考え込むことが多くなって心配なの。そうだといいんだけど。それでね、神岡君、お願いなんだけど、さやかの相談相手になってもらえないかしら。あの子、神岡君に懐いてるみたいだし、ね、お願い。ありがとう。神岡君に断られた。どうしようと思ってたの。ごめんなさい。でもここ数日鼓も何か忙しそうで全然相談に乗ってくれなくて心細かったの。じゃあ私たちグラウンドで運動部の連中に聞き込みでもしているから、用事が終わったら来て。なんだい、また君か。連日のご訪問た、私にキレもあるのかい。原価に否定するもんじゃないな。こんな場合は洒落たセリフで切り返すもんだ。そんなもん勉強なんかするな。ろくな男にならないぞ。で、日曜日に何事だい？教師としては不適切な表現かもしれないが、ご苦労なことだな。でも私のところに来ても何もならんだろうね。まあ暇と言っちゃお偉いさんから叱られるが、時間はあるからいいがね。はは、わかった。麻生みどりだな。あの子も見かけによらずおしゃべりだな。私が尻餅をついた意見を聞いたな。いいよ、隠さなくったって。私も隠すつもりはないし、あの状況だと尻餅をついてもいいだろ。私だって生身の人間だよ。どんなタイプなんだ私は。私にだって外部刺激を感知するセンサーぐらい装備されているんだぞ。いや、別に。してるよ。そうね。絵そのものよりその由来が問題かもしれないわね。既成概念にとらわれているな、進くん。美術品の鑑定は無心にならなければその価値を見誤るものよ。さっきも言ったように、まずこの絵の出どころを調査すべきね。必ず何かあるはずよ。それはわからないわよ。だけどきっとモデルなり作者なりにこの世に対する怨念とか執念を抱かせる事件があったのよ。ごめんなさい。ちょっと待ちなさいよ、たけし君。あんた何なの？女の子を捕まえてぺったん娘だなんて。なんてこと言うの？女が言われたら傷つく言葉は想像つくでしょうが。女の気持ちも考えずに自分勝手なこと言って、それで済むと思ってんの？もうやめて。私気にしてないから。井上君だって悪気があって言ったんじゃないし、だからやめて。神岡君の行動について私にいちいち説明する必要はないわ。神岡君の取材に口を出すつもりもないし。神岡君が私に説明する必要がないのと同じように、私が神岡君に説明する必要もないんじゃないかしら。説明する必要ないかもしれないけれど、円滑なコミュニケーションを取る努力をすることは必要じゃないの、麻生さん。コミュニケーション？聞きたくないことは聞きたくない、言いたくないことは言いたくない、それだけだわ。それって単なるわがままじゃないの？